4が、町側の出入り口3が、町側の出入り口サルクシティ43は、長崎県佐世保市にある、直線距離日本一のアーケード街で、4が、町商店街、佐世保玉の親の、3が、町商店街の総称である。4が、町商店街、佐世保玉の親の、3が、町,町商店街が一体となって、1997年10月9日に、開設された。 この解説時には約968メートルの商店街全体を通り抜ける形でテープカットを行い、全国紙やテレビの全国放送でも取り上げられるなど話題を呼んだ。佐世保市の中心部にある通りの幅は約11メートルで、全長は約968メートルあり、約250店が出店している。名称は散歩するや歩き回るといった。 意味の佐世保の方言、サルクに4は4が町商店街は佐世保玉屋3は3が町商店街を合わせたものである。なお、このうち玉の屋のを表すは玉屋の玉と同社の社長の名字田中丸の丸を掛け合わせたものとなっている。東商店街から約7キロメートル離れた郊外に当時西九州で最大とされた80点の 専門店が出店するジャスコシティオートを開業することへの対抗策として開設された。そのため、同店が開業した1997年10月9日と同日に開設している。この開設時には、資金面の問題からアーケードの刷新などの大規模な投資は行わず、フラッグの統一のみに留めて経費を抑制し、全国ニュースとなった開業式の費用は、 約3万円で済ませるなど、資金よりもアイデアで勝負している。この発想の根底にあるのは、全国に展開する大手の郊外型ショッピングセンターに物料などの、経済面だけで対抗するのではなく、社会的役割や文化的役割を重視して、人の集まる賑わいを生み出すことで、対処しようというものであった。そのため、商店街関係者だけでなく、市民を交えた会議で、 イベントのアイデアを出し合って実現させるなど、企画段階から市民を巻き込む形で様々な、イベントを一年を通じて展開している。その主なものとしては、1997年から始まったよさこいさせぼまつりやキラキラフェスティバル、春に開かれる市民会画展などがある。キラキラフェスティバルでは、東商店街全長約1キロメートルの屋根が連続しているという特徴を生かし、 世界一長いパーティーを開催して、ギネスブックへの掲載を狙うなど、街の特徴を活用する工夫を凝らしている。また、夏の七夕祭りのような伝統的な祭り、毎年1月2日に、夜明け前から開かれる、佐世保初売りや11月23日の感謝祭などの、売り出しのイベントなども開催されている。こうしたイベントによる集客で賑わいを生み出す戦略が展開されたことで、 人口規模で日本一元気と称される商店街となっており、平日を含めて賑わいを維持している。しかし、そうした賑わいを維持する施策が好循環を保っているにもかかわらず、長崎商工会議所が毎年行っている調査で、休日の通行量が約4万6千人とピーク時の40%以下に落ち込んでいる。また、若者等の間では、 買い物する店がないとして、約10%が福岡市まで服飾関係の商品を買い物に行く状況にあり、佐世保市民全体でも地元で買い物をする割合が約75.4%まで落ち込んでおり、かつては市外からも買い物客を集めていた、集客力が低下しているとの指摘がなされていた。さらに、佐世保五番街が2013年11月29日に、 開業したが、東商店街から約500メートル離れており、買い物客が楽に歩いて行き来できる距離とは言えない、場所に立地しているため、東商店街との関与性が低いことが明らかになっている。そのことは、2014年1月30日から2月2日にかけて行われた来店客へのアンケート調査で、佐世保5番街の来店客のうち約40.3、 が商店街などの他の施設に立ち寄らず、4家町商店街の来店客のうち約、約51.3%は、他の施設に立ち寄らない上、立ち寄る客の中でもさせぼ5番が言え、割合は、約20%で全体の、約10%に止まるなど、当施設と商店街との間の来店客の、勧誘性が低くなっている、で明らかである。 また、佐世保5番街の開業直後の約1ヶ月間では、同施設周辺の渋滞を避けて、当商店街周辺の駐車場を利用する来店客もあったことなどから来外者数はあまり変化しなかったにもかかわらず、売り上げが減少するなどの影響を受けている。なお、両商店街は4家町商店街共同組合と3家町商店街振興組合を各の組織しており、4が、 町商店街の GC1 グランプリのように独自のイベントなども行われている。また、3が町、4が町との名称が使われることが一般的で、アーケードという故障も使われるなど、サルクシティ4三という名称が使われない場合が多い。戦前からの本通り沿いに3が町商店街と4が町商店街がそれぞれ発展し、 1960年代から70年代にかけて相次いでアーケードを仮設し、歩行者専用道路化したが、中間の佐世保玉屋から島瀬公園前にかけてはアーケードが途切れた状態となっていた。両商店街間のアーケードが接続されて、現在の形になったのは1985年である。 ABCDEFGHIJKLMNOP 竹本慶造市場講演会町づくりセミナー日本一元気な商店街商店街活性化の取り組みを学ぶ町づくりの挑戦参加型イベントを展開し街に人を呼び込む証拠と山平成26年2.3月号 ABCDEFGHIJK 特集自治再生都市の将来に商店街 空等化させない。読売新聞。ABCDEF 井上和也。佐世保発佐世保が変わった。毎日新聞 ABC、九州ジャスコ、西九州最大級、ジャスコシティオと開店。日本食料新聞。ABC 梅野健吾。変わる佐世保5番街開業した周辺商店街、にぎわい作り。読売新聞、梅野健吾。 変わる佐世保五番街開業上商業地図塗り替える、巨漢。読売新聞 ABC 梅の言語変わる佐世保五番街開業中買い物客流出、止めたい。読売新聞 AB、水や空大型複合商業施設。長崎新聞。AB、五番街の40%回遊せず。佐世保の官民協議会が調査。西日本新聞。 佐世保五番街滑り出し校長長崎新聞梅田圭介佐世保町元気協議会魅力工場へ30事業案毎日新聞ありがとうございます